親子3人で襲名披露巡業へ。市川團十郎。水仙さんの一番好きな場所、歌舞伎俳優の市川團十郎さんの妹の市川水仙さんが2023年3月10日にブログを更新し、咲きましたと題し、水仙さんは先週のことになりますが、小松におりました。最終日少しだけ時間ができたので、勧進帳の舞台となったあたかの席に立ち寄ってきました。この季節にしては珍しく、とてもお天気に恵まれました。日本海を眺め、父の残してくれたありがたいご縁に感謝を伝えてまいりました。あたかの席があった場所は現在では海になってしまったそうです。小松へお稽古に通うようになってそろそろ10年近くになりますが、この土地で一番好きな場所です。この日は時間の都合で待つことは叶いませんでしたが、東京では見ることのできない静かに海に沈む太陽ですと綴ったブログ読者からは、多忙なスケジュールもこなして本当にお疲れになっていないか心配です、お母様もお元気そうで、襲名でお疲れとブログで拝見していましたので安心しましたなどの声が寄せられている。水仙さんが母きみこさんと兄團十郎さんと3人で襲名巡業公演を無事に終えられたことを話してくれた。石川県小松市とのご縁、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。